はい、今回はですね、先日アップデートされた Avenger 2について、その新機能の内容と実際にですね、楽曲の中でどのように活用していくのか、その点について解説を行っていきたいと思います。今回動画に参加していただいているのが弊社講師の松下さんですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、普段は主にトラップミュージックだったりとか、あと EDM 系ジャンルのですね、ビートメーカーとして活動されていると、普段シンセよく使っていると思うので、はい、詳しく中身についてですね、解説していただきたいなと思います。はい、今回ですね、デモ楽曲の方を用意していただいているということで、Avenger 2を使用した楽曲制作の方も行っていただきましたが、全部のトラックがですね、Avenger 2のみで制作されたということで。そうですね、はい、この曲に入っている音すべて Avenger 2です。では早速お聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい。これボーカルもアベンジャー2のプリセットの中にボーカルのサンプルがありましたので、そちらを使用してという形ですね。もう本当に楽曲全部を1台で作れてしまうみたいな感じなんですね。はい、では早速こちらの楽曲の詳しい内容とですね、はい、新機能を含めてですね、解説の方を詳しく入っていきたいと思います。はい、まず早速なんですけれども、新しく追加されたプリセットなどですよね。こちら Avenger 1からどういった進化を遂げているのかという部分なんですけれども、はい、今回 Avenger 2になって追加されたのがこの Factory 2というライブラリですね。はい、この中に追加された音源が全て入ってるんですけども、はい、従来の Factory っていうアベンジャーから付属されているプリセットですと、選ばないと音が変わらなかったんですね。こうやって選択しただけでは音が変わらなかったんですけど、はい、ファクトリー2になって、はい、選択した時にある程度どのような音が鳴るかをプレビューできる。プレビューできます。なるほど。はい、これによって音選びがかなり速くなりましたね。はい、結構地味に便利な機能ですよね。はい、またこのファクトリー2の、はい、音色なんですけども、はい、かなり今流行りのメロディックテクノとか、はい、フューチャーレイブとか、はい、本当に最新の海外で流行っている EDM のジャンルの音色がかなり多く追加されています。確かに考えてみたら、アベンジャー1って2017年でしたっけ、出たのって。そうですね。はい。音楽ジャンルも変わってますもんね。そうですね。で、アベンジャー2になって、もう最新の流行りのジャンルにマッチしたプリセットがいっぱい手に入るみたいな。はい。すぐ最新の音楽を作れるっていう感じですね。なるほど。はい、で、ドラムの方もですね、はい、今回のデモ曲もたくさんドラム鳴ってましたけれども、はい、アベンジャー2になってかなり進化したという、どうでしょうかね、具体的に。こちらまず以前はワンショットのサンプルしかなかったんですけど、はい、今回からドラムループのサンプルが追加されました。はい、サンプルのメニュー画面からドラムループスを選択して、ここからある程度ドラムのループを選択できるようになってます。少しちょっと再生してみます。はい、約1500のドラムループが追加されています。アベンジャー1の頃からも結構ドラム音源として使えるぐらいかなり性能高かったイメージあるんですけれども、はい、ループまで使えるとなると、もう専用音源さながらという感じですかね。そうですね。ちなみにこのループとかってテンポに同期するんですかね。もちろんその DAW のテンポに同期しますし、はいはい、オリジナルのサンプルに入れ替えることもできるので、はい、もうループサンプラーみたいな感じで使っちゃえるってことですね。そうですね。ちなみにですけども、今回楽曲の中で使用しているドラムっていうのはどのような感じになってるんですかね。今回はプリセットの中のシーケンスという項目の中から、さまざまなトラックがまとまってるような、まとまってかかってるんですけども、こちらのシンセのサウンドだけをミュートにして再生すると。初心者の方とかでもかっこいいドラムのビートを曲に取り込むことできそうですよね。はい、アイデアがない時でもシーケンスのプリセットを呼び出していただいて、そこからこのドラムいいなと思ったらこのドラムだけ使うとか、ベースのトラックいいなと思ったらベースだけ使うとかっていうことも可能ですね。なるほど。はい、これらシーケンスに含まれるドラムパターンっていうのはさっきのドラム機能が使われてるって感じですかね。そうですね。そこから細かく追い込みたい人は追い込むこともできるよみたいな。はい、あ、なるほど。続いてはですね、はい、新機能アルペジエーターですね、はい、こちらがかなり進化したという、どのような機能が追加されてますかね。今回はラチェット機能っていうのと、はい、アルペジオランダマイザーっていう機能が追加されてます。このラチェットって結構最近 DTM 製品でちらほらと耳にするなと思うんですけど、楽曲でも使用されてますか。はい、今回はメロディックテクノによく使われるベースの音のフレーズをアルペジエーターのラチェット機能を使って作らせていただきました。はい、例えばここボタンを押すと右側にラチェットスタイルズっていうものがありまして、はい、今回だとラチェット4なので、この単音の部分の範囲で音を4回連続で鳴らすという設定ですね。本来まあ例えば8分の1だったところをそれを4分割して32分音符にするみたいな。そうです。でさらにここからそのそれぞれの音の強さっていうのを選びます。だんだん強くなっていくのか、強いとこから弱くなっていくのかとか、はい、ヒューマナイズのようなランダムに動くのかっていうところをかなり細かく設定できます。従来のアルペジオの概念からかなり違うことができるってことですよね。そうですね。もうほぼミディで売ってるような感覚で、はい、制作することができます。まあこれって保存しちゃえばまた別の曲でもそのパターン引き出して使うことができると思うんで、はい、時短にも活用できそうですよね。はい、あとこのラチェットを活用したプリセットもかなり増えているので、はい、すごいですね。はい、簡単にこうフレーズももう作ってしまってるって感じですね。はい、アルペジエーターで。はい、で先ほどこのアルペジオのランダマイズ機能みたいなものもあるとおっしゃっていただいたと思うんですけど、はい、これはこれとはまた別の機能って感じなんですかね。そうですね。例えばこのプリセットを選んでいただいて、はい、これめちゃくちゃいいんですけど音程だけ気に入らないといった場合は、こちらだけランダムに変えることができます。サイコロボタンを押していただくと、はい、左側にこのようなメニューが表示されますので、はい、この中の自分の変えたい要素だけを選択します、はい、で今回はノートの高さだけを編集したいので他は全部オフにしまして、はい、ロールボタンを押すとこのように音程だけを変えることができます。さらにこの左下の鍵盤のマーク、使いたくない音をこうやって選択していただくと、例えば今回 C メジャーで曲を作っていた場合はドレミファソラシのみで変えていくことができます。例えばこういう音を入れたいってなった時にちょっと今のままでは物足りない感があると思うので、ランダマイザーを使います。例えばノートを C のみ1オクターブ上か下に動かすのと、はい、どこかにラチェット機能を使ってフレーズに癖をつけるような感じで生成してみると、このような感じでいくつも表示されます。はい、再生してみるとこのような形で、はい、ちょっと寂しいなと思った音でも全然使える音になっちゃうっていうのがこの機能ですね。なるほど。めちゃくちゃ実用的ですね。はい、すごい進化ですね、これは。次の新機能、このオシレーター部分でスペクトラルグラニュラーモジュールというのが追加されたってことなんですけれども、はい、今回楽曲の中では使用してないんですけども、はい、かなり今までのシンセとは異なった変わった音が生成されるようなサウンドになってます。使い方としましてはオシレーターの波形を選ぶところですね、はい、クリックしていただくと新しくスペクトラルというものが追加されていますので、はい、そこから音を選んでいきます。そうすると今まで左側が VSO という機能だったんですけども、はい、こちらがスペクトラルグラニュラーの専用のパラメータに変わります。再生しますとこのような音なんですけども、ここに波形が表示されているのが分かると思います。はい、このスレッショルドっていうつまみがあるのでこちらを動かしていただいて、このスレッショルドの上側の飛び出てる部分の音が再生されるという仕組みになります。はい、今この状態ではちょっと分かりにくいのでこちらを上げていきます。スレッショルドを再生しながら触るとこのような感じで、その上の大きいノブはよりそのはみ出た部分の音を強調して再生するみたいな感じですかね。はい、そうですね。なるほど。はい、ちょっと風変わりな雰囲気ものの音なんですけども、こちらを例えばパッドに使用していただいたりとか、さまざまな使用用途はあると思うんですけども、はい、そもそもプリセットに組み込まれていることがあるので、はい、初心者の方でも簡単にこの難しいちょっと風変わりな音を使うことができます。はい、で次がですね、エフェクト。こちらもかなり追加されているようなんですけれども、はい、なんか特徴的なもの、まあ、楽曲で使用されたものとかありますか？はい、まず1つ目に紹介したいのが、はい、Quantum FX っていうものなんですけども、はい、これ今パッド音源を用意してますので、はい、ちょっとかかってない状態をまず聞いていただきたいんですけど、まあ普通のパッドの音ですね。まず独立したディレイが3基あります。例えばディレイ1の中に、はい、ウエット部分にエフェクトを3つまでかけることができます。さらにそのエフェクトのかかり具合っていうのをこのステップで決められますという感じのエフェクトになってます。はい、かなり複雑なんですけども、それによってちょっとリズムがないような、はい、パッドのような音でもリズム感を足すことができたりとか、プリセットによっては破壊的なものもあったり、かなり面白く使えるエフェクトの一つになってるかなと思います。はい、ちなみにこのQuantum FX自体にもプリセットって結構あったりするんですかね？そうですね、かなりありまして、ちょっといくつか鳴らしてみたいと思います。はい、細かく結構操作するのは難しそうでしたけど、プリセットいろいろ当ててみるのも面白そうですよね。そうですね。次に紹介したいのが曲の最後のリードの部分で使ってるルタバーブというリバーブ。今までアベンジャーに入っていたリバーブよりもかなり広い EDM により向いたホール系の中でもさらに広いようなものになってますね。こちらに基本的なパラメーターがついてまして、はい、普通のリバーブプラグインで見られるようなプリディレイだったりとか、はい、モジュレート、ローカット、ハイカットですねとかもあったりするんですけども、いいなと思ったのはアーリーリフレクションとレートリバーブの割合を調節できるっていうものですね。はい、ちょっと再生しながら聞こえ方の違いを聞いていただきたいなと思うんですけども。このような感じで、アーリーリフレクションを減らしすぎると逆になんかリバーブがちょっと聞こえづらくなりますし、レートリバーブを増やしすぎてもなかなかいいリバーブにはなりにくいかなと思うんですけども、こちらの割合を聞きながら調節できるのがすごい個人的には使いやすいかなと思います。なるほど。はい、でまた同じサウンドで使用しているこちらのビットバイト。こちらは、基本的にはビットクラッシャーのエフェクトになってるんですけども、かなり破壊的なエフェクトを生み出すことができます。ちょっと再生してみます。音の雰囲気がガラッと変わるようなビットクラッシュのプラグインになってます。で今回ちょっとこのままではかなり使いにくいエフェクトの一つになってしまうので、今回はセンドラック、センドの機能を使って派手なエフェクトを少しだけかけて音にかなり厚みを出すような使い方をしてます。少しローが足されるような感じで、さりげないけど結構効果は絶大って感じですね。そうですね。こちらも使い方によってはかなりいいエフェクトになるかなと思います。で最後はですね、その他のアップデート内容なんですけれども、何かこう注目すべき部分ってありますか？まずは、並列のフィルタリング機能というものが追加しまして、Avenger 1ではフィルターは直列でしかつなぐことができなかったんですけども、Avenger 2からフィルターを並列でつなぐことができるようになりました。こちらのフィルターをクリックしていただくと、こちらにパラレルモードというものがありますので、クリックしていただくと並列のモードになりますね。なるほど。はい、結構細かいサウンドデザインできるようになりますね、これね。そうですね。かなりかゆいところに手が届くような感じになってますね。はい。あとはパフォーマンスの向上というものがありまして、この Avenger 1の方では他のシンセサイザーのプラグインと比べて少し CPU 効率が悪いというようなことが、唯一の弱点としてあったような感じなんですけども、こちらの CPU の効率がかなり良くなったという、かなりこうザクザクさせるような感じになってきましたね。僕的には新機能もそうですけど、その点が一番嬉しいかなという気がします。僕もそうですね。はい、いかがでしたでしょうか。アベンジャー2にアップデートされて、もちろん音の幅も広がったんですけれども、それ以上にこう実践的に、ビートメイクに活用できる機能っていうのがめちゃくちゃこう今回の目玉かなと。松下さん的にはどのように感じました？そうですね、やはりアベンジャーは1の時からかなりプリセットに力が入っていて、上級者でしか使えないような機能を駆使してプリセットをかなり精巧に組まれているので、そのあたりのサウンドをボタン一つで呼び出せるっていうのがビギナーには優しくて、でさらにそのサウンドを上級者になっていくにつれていろいろ触っていけるのがアベンジャーの魅力かなと思いました。もう幅がめちゃくちゃ広いってことですね。そうですね。層を選ばずに誰でも活用できると。全員にお勧めできるという感じですね。今回デモ曲として制作していただいたりの曲ももちろん普段レッスンでやられていると思うんで、はい、EDM 系のジャンルも作ってみたいという方はぜひ無料体験レッスンですね、はい、ご用意してますんでお気軽にチェックしてみていただければと思います、はい、それでは今回この辺で動画を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。